ばんは。こんばんは。本日は AKB48 の君だれの生配信にお越しいただきありがとうございます。ありがとうございます。ここで番組を楽しく観覧していただくための諸注意がございます。携帯電話の電源はつけておいてください。イエス。本番中立ち上がるなのはアバターなのでできません。でもぜひどんどんコメントをしてください。イエス。本番中トイレは自由に行けますが、はい、寂しいのでなるべく我慢してください。イエス。そしてショールームとお持ちの SNS アカウント、 Twitter、Facebook が連携してないと皆さんからの大事なコメントや応援ギフトが番組に反映されないことがあります。イエスイエスイエス。推しメンのチェック前にぜひ一度ログインチェックしてみてください。イエス。今日の見どころなんかは、今日の見どころはやっぱりイエスだよね。イエス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 で皆さん行きましょう。イエス。合言葉ですね。はい、じゃあタイトルコールの練習をしたいと思います。イエス。じゃあ私たちが AKB48 のと言ったら君誰とコメントしてください。イエスイエスイエスですね。みんなイエス。それではいきますよ。 AKB48 の君誰。イエス。おイエス。できてますね。イエスイエス。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぴー。たくさんのコメント、はい、あ、みんなイエスと君になるよね。交互に交互に、ね、イエス。イエス、イエス多いね。イエス多いね。イエスも多い。優しいね。はい。はい、静かになっちゃった。はい、あと30秒。30秒。30秒か。やっぱり今日の見どころはイエスということでね。はい、どうですか。な、何をしてるんですか。小刻みに動いてる。やっぱね、あの30秒間あったら小刻みに刻んでいくから。ああ、刻むタイプの1秒1秒1秒噛み締めて。いいですね。5秒前。あ、始まりますね。はい、AKB48 の君誰。君誰。はい、はい、AKB48 の君誰156回目の本日も夜8時頃まで配信したいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。まずは自己紹介です。はい、デコポンスポン思いっきりミューポンの大森美優です。よろしくお願いします。はい、私のハピネス届いてますか。届いてる。私はあなたを愛すのみ。やー、佐々木ゆかりです。よろしくお願いします。はい、北海道から来ました19歳のさやこと川本さやです。よろしくお願いします。はい、チーム K のひなのこと下口ひななです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということで今週も君誰は視聴者の皆様の応援が不可欠となっております。どんな番組なのか、先週のショールームの個人配信にて AKB48 センター試験の勉強をバリッバリにやった私から皆さんに問題を出しながら、問題を出しながら番組の説明をしながらっていうのでやっていきたいと思います。ありがとうございます。それでは、まあ、練習だと思って、はい、答えてください。それでは第1問、こちらです。ティアターの女神公演で使う小道具はいくつあるでしょうか。ちょっと待って、なんだろう。あ、でも私はわかんないよ。進まない。待って、でもなんか出そう、こういう。出そうだね。でも私研究生の時出てたから。そう、待って待って待ってね。ゆりと、ほら、あれと、そうあれと、ファンの方結構わかるんじゃないかな。そう、ちょっとわかんないな。あれ、はいはい、カルン。まず勇気のハンマーのハンマーと、はい、あとはキャンディーの、あの飴、飴、はい、とあとは
ラクロス、お、はい、マカルンボーイのラクロスと、はい、あとは僕たちの紙飛行機の紙飛行機、おめっちゃある、あ、違う、あ、違う、あー、足りない、どうかな、え、待って、あと1個あれですよ、はいはいはい、ヘルメット、違うか、あ、あともう1個あるの、ヘルメット、え、どこある、ヒント、ヒントね、ヒントね、え、ヒント、ほら、え、待って待って、え、これ、え、ここ、ここてれてててて、のここ、セリフ、あ、ここ、あ、はいはい、ゆかる、椅子椅子、6個でした、すごい、そうですか、いや考えますね、これは、そう、まあ、こういう問題はね、出るかもしれないので、なるほど、でも今日でね、覚えましたから、はい、覚えました、覚えました、ということで、あの番組の説明に戻りますと、タワーを使って応援してくださった方には感謝の気持ちを込めまして、お名前を呼ばせていただきたいと思います、はい、はい、それでは問題に戻りまして、第2問こちらです、あ、戻った、忙しい、さらんこのハテナに入る部分の歌詞は何でしょう、か、難しい、あ、待って、メロディーないとわかんないな、これはね、絶対わかんないな、絶対わかんないこれ結構マニアックな問題なので、結構マニアックですね、これは、これはこの曲を知ってる人がまずいるかどうか、結構マニアック、マニアックですね、なるほど、分かった人いるかな、難しい、え、なんですかちょっと目が合いました、ちょっとチラってなってますけど、え、これ、え、いいのかな、え、でも言ってみたらいいのかな、え、わかりました、はい、どうぞ、はい、はい、叶えられるけど、あれ私この曲参加してんの、待って待って待って、参加してますか、惜しい惜しい惜しい、夢を見るだけなんだ、もっともっとシンプル、もっとシンプル、違う違う違う、はい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 、見られるけど、よっしゃ、あの私たちが初めてもらう、初めてだっけよ、ちょっと忘れたんですけどあの研究生の時にあの研究生曲っていうのがあって、さくらんぼと孤独っていう曲があって、それのサビの部分です、いや、わかんないですよね、やっぱりね、そして明日の君だれ配信中までにギフトを使って応援してくださった皆さんの30名の中から10名様、抽選で10名様を金曜日のエンジェル席にご招待します、はい、はい、じゃあ最後、はい、最後の問題、それでは問題に戻りまして、最終問題、はい、こちら何のイントロでしょうか、パラララパラッツカ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 、ほらみんな読んでみて、ほらほら、思い出して思い出して思い出して、あー、よかったすごいすごい大声だ、はい、じゃあひななちゃんどうぞ、大声だよ、イエーイ、じゃあ昨日やってきたんだ、ちょっと試しに歌ってみますね、はい、いくよ、ツッタータラララララララタラララタ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 、これはこれは絶対絶対出ない絶対出ない、どうですか、昨日公演でやったからこれ出そうじゃない、出そう、ツッタータラ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 、それはまあ、あのリスニングの問題で出そうですから、リスニングリスニングで声出そうですから、イントロドーンみたいな、だって別に音楽が流れると誰も言ってないから、もしかしたら試験官の人がこれを言い出すかもしれないから、細井さんが言ってるかもしれない、細井さんが言ってるかもしれない、あるかもしれない、ということでお付き合いいただきありがとうございました、そして番組継続の目標350万ポイントまで現時点であと
3167ポイントということで、ちょっとまだまだですね、皆さん番組継続に向けて、せーの、よろしくお願いします。はい、ということで、さあまずは何をどうぞ、急に急に面白くなっちゃった。ちょっと私の話がね、まだ続くんですけど、はい、おとといね、AKB の公式 YouTube にて、私と16期生のずんちゃんこと山根すずはちゃんを中心とした、新企画ガーハークの予告が公開されました。見ました皆さん。見たよ。予告見ました。知らぬ間にこんなことになっちゃって、結構隠してたんですけど、知らぬ間にこういうことになってまして、普通に書いてたら、こういうことになってしまったので、まあ現実を受け入れようと思います。はい、ということでこの企画ね、ちょっと気になる方は、ぜひ公式 YouTube 見てみてください。よろしくお願いします。はい、ということでまずはこんな企画から、こちら12期生大森画伯プレゼンツ12秒お絵描きクイズ。はい、やっぱりね、予告編をね見てくださった方は分かると思うんですけど、絵は瞬間芸なんですよ。おお、名言っぽい、名言っぽい、はい、ね、絵は瞬間芸、強い。そうだからね、その瞬間に描いたものを皆さんに当てていただきたいなと思いまして、はい、まあ、12期生なんで、私が今から12秒間であるテーマに沿って絵を描きたいと思うので、はい、まあ、みんなはね、私のことをきっと知っているし、多分私が描いたものならきっと何でも分かるので。私が分かりますね。もちろん同期だもん。そう、もちろんもちろん今話してくれたなので私が映ったそれは映りますよ。違う話してる時に私が一瞬映ったから。そうね、映る時もありですよ。何でもないです。仲良しだから。ということでね、はい、私が今から描きたいと思うので、はい、皆さん当ててください、はい、なんか来ました。なんかお、なんかすごい、なんでこんな高そうなの。あ、すごい、かわいい、ガーク、高級感、なんか輝いてる。やった、ありがとうございます。いい、ね、ということで、ちょっといいのかな。あ、いいじゃん、かわいい、すごい、なんかすごい絵描きそうじゃない、すごい、かわいい、かわいい。はい、じゃあ気分も上がったところで今から12秒間描きたいと思いますので、はい、正解した方にはですね、私から豪華なプレゼントを、なんだろう、ご用意してます。結構ちゃんとしてます。はい、それでは最初のテーマ、私もテーマ何か分かんないんですよね。瞬間芸。あ、じゃあ皆さん目をつぶってください。はい、で、皆さん、見てくださって皆さんはコメントに答えを書かないように、まあ、メンバーの皆さんもカンニングしないように、はい、まあ、そこは信用してます。はい、では最初のテーマです、こちらです。待って待って待って、ねえ、ずるい。え、これさ、これさ、私のクオリティを知ってこれを出すの意地悪だよ。何ですか。これは意地悪だよ。なんだなんだ。それでは、これ皆さんコメントしないでくださいね。いいですか。ヒントもダメですよ。それでは皆さん目を開けて大丈夫です。はい、カンニングしないでね。はい、それでは今から10秒間を皆さんでゆっくりカウントしていただいて、はい、ゆっくり。はい、12秒ですよ。はい、12秒はゆっくり堪能していただいて、私が書きたいと思うので、はい、皆さん、待って、ね、何が書かれるんだ。はい、カウントお願いします。はい、せーの、何を描いたのか皆さん当ててください。こちらです。え、
はい。え、これ、え、これは別に難しく考えない方がいい。そのまんまかな。え、そのまんまです。あの、結構そのまんまですよね。あ、結構そのまんま。え、はいはいはい、はい、野球をしてる人。あ、そのまんじゃないの。そのまんまです。もっとね、あの、具体的に掘り下げていただいて。右持ってるんですよね、うん、浮いてるように。なんかどういうこと、どういうこと。もはい、はい、バットを持って右手で持つ人。すごい、すごい、名教室。めちゃめちゃ押すな。え、それ以外ある？あれ？なんか人の名前ってことですか？違うか。ヒント？顔になんかある。ヒントは眉毛ですね。眉毛？眉毛太いね。待って待って。あとなんかこう瞳ですね、瞳。瞳。人物。待って、人物。つぶらない瞳ですね。待って、めっちゃ誰？え、わかんない。ほらほら、なんでもほら言ってみたら当たるかもしれないよ。待って待って。人ではないってこと？人ではないの。人でしょ。人か。人なんだ。人の名前ってことですか？はい。絶対知ってると思う。嘘、知ってる。うん、いや絶対知ってると思う。野球といえば、うん、言えば。ヒントヒント。あ、ヒントはカレーです。カレー。え、待って待って待って、どういうことどういうこと。カレーが好きな人。カレーが好きみたいですね。カレーの人。待って、全然わからない。え、他にヒントあります？もうちょっと。もうなんかヒント。ひとまで朝カレー。朝カレー。昼もカレー。昼カレー。絶対当たらないですよ。じゃあ正解言っちゃっていいですか？正解こちらです。イチローです。わあ。すいません、ありがとう。なるほどなるほど。すいません。カレー好きなんですね。カレー好きなんですね。カレー好きなんですよ。カレー好きなんだ。そっちは。いや、ちょっとこれはひどい。これは意地悪ですよ。ちょっと。いや、難しい。難しいですよ。難しいですから。知らない情報が。難しい。終わりですか？あ、2問目あるんですね。野球やってる。野球やってるじゃないと。そう、誰でも見えない。そうなんですよ。ごめんなさいね、皆様。じゃあちょっと、もう1問あるのでね。ちょっとお願いします。はい。次こそは、皆さん、目つぶってください。次こそは当てましょう。あ、じゃあこれ、今度私だけですね。あ、じゃあ、あの、皆さんも目つぶってください。皆さんも目をつぶってください。ねえ。意地悪ですよ、これ。またですか？ね、本当に、だってさ、もう、何なんもないです。待って、やだ、難しそうだな。はいはい、意地悪やな。はい、わかりました。開けますか？待って、どうなんだ。開けていいですか？はい、開けます。前を向きますよ。前向きました。じゃあ、行きますか。はい、せーの、離れてください。待って、離れたら何なのか分かんない。もう何いや、
これわかんないやつ、絶対なんだっけ、覚醒器みたいなやつ、あ、なんでもない、もっとね、もっとね、ムーディーな感じ、ムーディーほら、覚醒器のムーディーな、ライト、ライト、懐中電池、もっとムーディーなやつ、ムーディーどういうこと、え、楽器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 か、はい、はい、あ、どうぞ、はい、トランペット、あ、惜しい、はい、はい、ラッパ、あ、ほら、はい、はい、あ、はい、はい、トロンボーン、違う、ほら、ムーディーなやつでもっと、はい、はい、はい、ムーディー、ホルン、ホルン、違う、違う、違うの、え、待って、もっと、ほら、ムーディーなやつ、ムーディーなやつ、ムーディーってやつ、ムーディー、あれしかないじゃん、ムーディーな楽器ってわかんないな、ほらほらほら、バイオリンとか、いや、だって三角ですもんね、なんか、あ、もう形忘れて、え、忘れて、はいはいはい、サックス、あ、おお、やった、まだ途中よ、正解じゃないよ、サックス、これ、ほら、自己紹介してみて、自己紹介、サックスを吹く人、うん、ちょっと、ちょっと自己紹介してみて、サックス、違う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 、ちょっと自己紹介してみて、え、自分の、うん、名前ちょっと言ってみて、下口ひななです、え、マジマジ、正解です、サックスできる、はい、こちらです、サックスを吹く下口ひなな、そういうことか、なんで、ひななサックスか、これえ、できない、本当は、いや、私は昔やってましたよ、サックス、やったことあるんですけど、これひなな、はい、これがあの12秒の限界です、これ私なんですか、これでも絶対誰が書いてもこうなると思うんですよね、私は、本当ですか、うん、よく12秒の中ではよく書けた方だと思います、おめでとうございます、なるほど、それではで、ね、ちょっとね、ちょっといっぱいクイズ、ね、お付き合いいただきありがとうございました私の趣味にお付き合いいただきありがとうございました、それでは CM ですね、私から行ってまいりたいと思います、その前に提供ですなぜなるんですか、 AKB48 の君誰は、春風亭三丁様、トモマ様、小沼様、大ちゃん、佐々木ゆかり、稲瀬様、そして応援していただけるファンの皆様の提供でお送りしています、いやー本当にね、絶対みんなこんなもんだよ、こんばんは、12秒無理ですね、だってありがとう、かばってくれて大好き大好きこのさ、ローマ字だとかちょっとかっこよくなってるよね、じゃあ最近ちょっとハリウッド感出ました、頑張ってって、あ、もうこれ取ります、はい画伯じゃなくなって、ありがとう、画伯卒業するんで、ありがとうございます、あの皆さんぜひとも YouTube、 あのほんとね、あの暇だったら見たらすごい楽しいので暇つぶしに暇つぶしに見てください、あの忙しかったら見なくて大丈夫です、ありがとうございました、では続いての企画は、はい、こちらです、ちゃ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 、出てます、12期生 VS ドラ1同期エピソードバトル、イエーイ、はい、ということで、あの私たち同期同士なんですよね、今日は、はい、はい、あの結構バチバチですよね、今もう火花散ってますよ、この辺で見える見える見えるな、穏やかな火花ですね、今からあるテーマが出題されます、そのテーマに合ったエピソードを持つ同期メンバーを選んで、そのエピソードの強さで勝負したいと思います、イエス、トークバトルですね、はい、どちらのエピソードが強かったのか視聴者の皆さんの投票で決めていただきたいと思います、先に3回勝ったチームはご褒美があるので、やっぴー、あ、さっきご褒美渡した、あ、そうだ、あ、ちょうだい、あ、じゃあ一番最後に回しますよ、やったー、ドキドキだなん
はい、ここでもね、はい、あの結構ちゃんとしてます。本当に本当ですか？本当にちゃんとしてるご褒美、やったー、あの普通に喜ぶと思います。あるので皆さん頑張りましょう。はい、21 何でもないです。はい、はい、最初の、最初のお題こちらです。イラッとした話。だからあの自分の同期にまつわるイラッとした話をお互い持ってきましょうっていうことです。持ち寄りましょう。はい、じゃあまずは誰の話をするのかね、うん、このカードの中から引っ張ってきましょうかね。はい、やばい、ちょっと最初からすごい。これさ、これだけ持ってきて、あ、でも貼り付けられてもあそこか。じゃーん、じゃーん、あ、でも入りきらん、めっちゃある、めっちゃある、カレーかね、これ。セーフだ、すげー、全員だ。私たちこれ持って召喚してる、自分のは持って、はい、じゃあ、あ、そしたらこれ出したら出ましたね、うん、それでは発表しましょうか、はい、ドライチチーム、かよよんですね。はい、さきたかよよんさんです。なんでかよよんを召喚したんでしょうか。まあちょっとね、ある私からのイラッと話なんですけれども、うん、あるね、事件があったので、ね、なるほど、ちょっとそれをね、事件ってほどでもないんですけど、はい、それをお話ししようかなと思います。先行ドライチチーム、はい、かよよんにまつわるイラッと話、イラッとした話です、はい、お願いします。はい、これはですね、かよよんと同期ではかよよんと私が、タイの陸軍士官学校みたいなところに2泊3日ぐらいで行ったんですよ。でも結構辛くて、体力的にも精神的にも結構合計3日間ぐらいでスクワット1000何回みたいな、めちゃめちゃ歩けなくなるぐらいの筋肉痛になりながらやったんですよ。でその2日目か1日の終わりか忘れたんですけど、2日目ぐらいでなんかみんなで腹筋をやって何回か競おうみたいなのがあったんですね、うん、合間の企画みたいなので。それでみんなもうヘトヘトで、私とかメグとかはもう2回とかしかできなかったんですね。でもこの滝田さんはめちゃめちゃ平気でなんか何十回とかるんですよ。もう本当めちゃくちゃすごくて、そう、体力があるのか分かんない、筋肉があるのか分かんないんですけど、すごいできてて、そうで私がそのおかげでですよ、そのせいで握手会とかでさやだって腹筋できないのめっちゃ言われて、そう、それは疲れてたからできなかったわけで、腹筋ぐらいできるわと思って、確かにちょっとイラッとした話かな。そう、体力がすごいあった、上手だったんですよ、なんか何でも結構そつなくこなしてて、そう、そう、ちょっとね、そう、イラッとした話です。陸軍かよよんの話、今のドライチチームのエピソードが強かったと思う方、応援ギフトをお願いしますね。30秒間あるので皆さんよろしくお願いします、はい、それでは、はい、スタート。すごいね、すごい、本当にすごいと思う。かよよんってさ、絵とかも上手いじゃん。そうなんですよ、何なの、なんか何でもできちゃう。確かに、何なの、何でも天才、天才、そう、何でもできちゃうみたいなところあるんですよね、うん、結構すごいできてて、すごい、やっぱ陸軍だな、そう、陸軍陸軍だなは違うけど、違うけど陸軍だな、確かに陸軍向き、すごいね、陸軍向きのカヨヨン、そう、陸軍のカヨヨン、陸軍のカヨヨンでした。陸軍のただいま陸軍のかよよんの集計中です。そんな集計人がいない娘ね、そう、カヨヨン集計、あ、行っちゃいます？こっち？あ、じゃあそっちのテーマ。私たちは12期生全員ですね。めっちゃいっぱい。すごいイラッとしてる。これはイラッとした話というかね、うん、あのデビューした時にレッスンがあったんですよ。でみんなもうめっちゃやってたね、朝から晩まで。もう朝の9時か夜の9時までとかレッスンずっとしてて、同じ曲ずっとやっててもうヘトヘトなんですよ。で一生懸命やってたんですけど、先生に終わってからじゃあ全員集まってくださいって、座ってくださいって言って。何言われるんだろうと思ったら一人ずつアドバイスされたんですよね。で、あのたまちゃんはね、うん、結構先生に気に入られてまして、そう、やっぱりあのダンスがすごい上手かったから、ね、そうで、あのみんなさん付けなんですよ、うん、大森さん、佐々木さん、武藤さん、うん、高橋さん、うん、なんだっけ、たまちゃんだけ優香
親密な感じ、ね、そうなの、すごかった、そう、そう、優香はリズムに乗れてるからみたいな、強っ、だからすごいなんか特別扱いみたいなのを、で、それに、そう、それに比べて、うん、あの私が、私はまず言われたのは、あなたはきっと不器用だからえ、決めつけるのにさ、私、あの、で一生懸命やったんだけど、あなたはきっと不器用だから上手くならない上手くならないって別はもうボロボロに言われたんですよ、みんな、ね、ボロボロ言われた、 それで、はい、はいって言いながら心の中でこんちくらカノさんの後だから、そうで、しかもですよ、ゆかのちょっと何て言ったのか言ってやって、ちょっとなんか、うん、泳ぎ会と言われました、つらいわつらいわ、つらいわ、ね、よだからあの私たちはもうはいはいって言いながらね、心の中でね、ずっとふつふつふつしてたんですよ、辛い、楽しさすごいっすね、そしたら泳ぎ会と不器用って言われて、楽しさリズムに乗れてるって、ゆうかはリズムに乗れてるなんでこんなに不平等なんだ世界はと思って、まあ、できない自分にもね、イラッとしたっていう、そ, うそのおかげで今上手になれたから、うん、その言葉があったからこそ、ゆうさん、あの不器用とかあのお湯着会とか思わないで見てほしいです印象がついてる、そうです、そうです、あのそう、あの頑張ってね、その先生のおかげで上手くなれたので、その時の、ね、そう、はい、今となってはそう先生とゆうかに感謝してます、ゆうかに感謝ありがとうございます、ありがとうございますという話です、はい、ということでさっきの、はい、集計、あ、集計します、先に集計しますか、集計中です、ね、では私たちのエピソードが強かったと思う方、応援ギフトお願いします、30秒間用意スタート、はい、そんなことが、すごいですね、です結構ズタボロです、辛かったよね、泣いてた前、泣いてた、泣いてた、一人ずつうちらあったっけ、でも一人一人は確かに、ね、なんか全体的にもうダメだねみたいな、そうね、ちゃんと覚えてきなさ い, いや違うんだよね、一人ずつ、あの時はね、昔すごいもうこうざっくり怖かったよね、すごいですね、なんかもう人としてね悲しかったよね、でも言われるってすごいですねそうですね、言っていただけるのは、ちゃんと見てくれてたんだ、ありがとうございます先生、ありがとうございます先生、イラッてしてるのかなこれイラッとちょっと違うかもしれない、すごいね、まあ、お互いのイラッとした話出ましたけども、はい、うん、まあ、どうですかね、お互いのイラッとした話を聞いて、うん、陸軍の通いよ、通いよね、強い強い、尊敬したもん、うん、そう精神的にもやっぱさ追い詰められてるたわけよ、うん、でもなんか結構かよよは意外といけるなみたいな表情だった、分かった分かった、はいはい、かよと優香で陸軍に、そうだ、本当に行ってもらおう、どっちが本当の最後か、行ってください、どうぞ、ね、すごそうだね、いや本当に強い、強め、うん、もうね、全然切り札強いもん、強そう、キラキラ笑って帰ってきそう、いや楽だったよおかえり、持ってやりたかったなって帰ってきそう、あ、結果出ました、はい、では結果どこに出るんだ、結果ですね、あ、あれなんか、あれあれなんかコナンみたいな、コナンじゃん、コナンじゃないか、すごい、真実はいつも一つみたいな、リボンでか、リボンでかでかくなっちゃった、コナンじゃん、はい、ではあのこちらです、結果、あ、出た、あ、出た、ダメだダメだダメだ、ダメだったか、はい、言わなきゃ喜んでた、ドラフト生が 12,040 ポイント、うん、12期生が 23,553 ポイントということで、12期生チームの勝利です、うわ、いい気球だなと思ったんだけど ね、ちょっとさすがだった、やっぱりね、私たちのが強かったということで、ズタボロ言われてますか、はい、ちょっとかよよかよ傷つけた、陸軍に帰ってということでね、まあ、1回戦はこうなりましたけどもね、はい次のお題発表してください、はい、お題こちらです、次はドキドキした話、はい、なんだろうね、
じゃあやりますから、はい、じゃあ2人からね、2人からじゃあ選びましょう。また出てきた。うん、はい、じゃあ召喚してください。召喚召喚わ、強い強いな、これは。またまたねえ、待って、レジャブかな。見たことあるな。やっぱ全員で挑まないと勝てない。なるほど、勝ってるじゃん。そういうことで勝負、勝負で勝負。そういう対決だったかな。ということで、じゃあまずドライチチーム、はい、萌えキュンとひななということで、はいはい、どうしてこの2人なんですかね。これは、うん、みんなでね、なんかご飯に行って、同期会をね、そうそうそう、それの移動中の電車で、もう本当にハラハラドキドキした出来事です。うん、気になっちゃいますね。じゃあドラフト1戦のエピソードトークお願いします。はい、はい、ですね、まあなんか電車に乗る前に普通に歩いてる時から結構騒がしかったんですよ。うん、でもなんか電車に乗ってすごい、もうなんか帰り、お仕事帰りのラッシュみたいな、ラッシュみたいな、ね、そう、めちゃめちゃ満員でしょったんだよね。うん、なんかひななが何か言なんて言ったんだっけ。私がめっちゃ静かな声で、あ、満員電車だ。そう、なんか満員電車イエーイみたいな。満員電車だ。そう、すごい変な言葉遣いを使って一人で喋ってたら、萌えキュンがそれにめちゃめちゃなんか一人だけすっごい爆笑しちゃって、思っちゃったんですよ。もうずっと笑ってんですよ。しかも結構なんか笑いをこらえるんじゃなくて、もう全面に出した笑いみたいな、なんかもうあはっはみたいな、もうずっと一人で笑ってて、で結構満員電車の大人たちが結構私たちのことを見てて、で私とかよよんとかでひななもちょっと萌え静かにしだよみたいな感じだったんですけど、もう電車着くまでずっと笑ってて、結構2駅ぐらいだったんですけど、2駅の間もう恥ずかしくてずっと笑ってて、そう、結構笑えないぐらいドキドキした話です、うん、こっちはもうすごいドキドキ、私もなんか言ったら悪いけど、そう、すごいそこまで笑うって感じのネタだったから、ね、聞いたことない笑い声で、なんか一人で満員電車で笑ってて、そんなそんなって、そう、もう睨まれたもんね、睨まれた、そう、え、もう大声でなんかもう、うわもう本当に笑い声っていうか、なんかわざと声出してるんじゃないってぐらい笑ってて、そんな笑うみたいな、そう、そんな面白いこと言ってないのに、しかもそうだね、あ、そうだねって流しそうだね、そうそうそう、なんか満員電車だねぐらいなのに、満員電車だねみたいな言われそうだけど、かわいい、めちゃめちゃ笑ってました、そうだねって、そう、超怖かったです。早く電車降りたいと思った日でした。早く着けって思うんです。はい。それはドキドキ。ガチドキドキ。ありがとうございます。はい。では、この話がドキドキしたなと思った方は応援ギフトお願いします。お願いします。30秒間で、スタート。私と萌えが何歳の時？その時。え、もうつい最近です。あれ、え、もうつい最近の、もう何ヶ月か前。13歳とかそういうちっちゃい時の話だと思ってたんですけど。もう16歳の現在の話。でなんか怖かったよね、なんかずっと笑ってたの、本当にもうなんか取り憑かれたかのように笑ってたから、本当にびっくりした。取り憑かれたんじゃない、取り憑かれたのかかもしれない、本当にめちゃめちゃ笑ってました。でも、ね、結構私もそんな面白いこと言ってないんだけどな。え、絶対取り憑かれたよそれ。怖い、萌えキュン取り憑かれてるわ。はい、怖かったです。ということで集計中ということで、うん、私たちのはい、またなんだろう、すごいな、面白そう。私たちはせーの、お披露目公演です。おー、ね、うん、はい、すごい、結構初期の、ね、やっぱり、うん、あのお披露目公演、シアターの女神公演で、うん、はい、あの先輩たちに混ざって公演してたんですよ、うんうん、で自己紹介の練習をしたんだよね、うん、そう、それもすごい緊張したし、うん、あとなかったっけ、エピソード何ですか、あと、うん、待って待って待って、あとどうしたんですか、あれちょっと待って、緊張でいっぱいいっぱいだった、そういっぱいいっぱいだったね。何ですか、終わり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 ですか、もう自己紹介の練習がドキドキしたよね。そう、なんだっけ、将来の夢みたいな、そう、一人ずつリハーサルしてエピソードあるんですよね。何言ったんですか。
あ、聞こえないだけかな。聞こえないのかな。もう一回言いますよ。何人を言いましたか。当時何を言いましたか。夢を何言いました。当時の夢を覚えてます。ちょっと仰がないでください。ちょっと待って、あれちょっと待ってください。これはエピソードなんですか。これエピソードして。いやでももうエピソードとかじゃなくて、もうそんなの関係ないよね。出来事ってことですか。出来事があってこと。そんなの関係なくて。そんなの関係なかったか。もうドキドキした話は何だろうって考えてこれだったんだよね。でちょっと一回待ってください。エピソードバトルって書いてある。出来事バトルじゃないんで。だって電車の中かお披露目公演かっていう。どうだできます。集計、はい、しますか。はい、集計しちゃいます。待ってくれ、これで負けたらちょっとこれで負けたら、これで負けたら、それはひいきだ。違うよ、これは違うよ。それでは集計お願いします。お願いします。本当ね、緊張したの。ドキドキしたよね。誰が一番緊張した？誰がっていうか私。あ、ゆかが緊張してた。でもジュリも目が、目がそう。結構この3人は緊張してたよね。この2人は結構多分全然安定してた。安定してそう。確かにトムさんも冷静そう。でもトムも緊張してたか。結構顔に出るよね、トム。結構じゃこうだ。やっぱ残っちゃう。まず楽しみ強すぎません。無敵じゃん。ということで集計中です。いや、たまちゃんも緊張してたけどね、あのたまちゃんでも、だから多分緊張しますよ、お披露目は。緊張のピークはそこだったよね、この日デビューした、ジュリーもいるし、そう私たちは全然だったと思うんですけど、緊張したけど、私が多分一番緊張してたと思う。嘘。私そのレッスンの前にインフルエンザになっちゃって1回もレッスンに参加できなくて、自分で覚えたのをちょっと先生に見てもらってから出たから、もう本当にみんなと合わせられるのが1回だけとかだったから。いや、よかったね、そのエピソードじゃなくて。負けちゃうの。負けちゃう。いや、それこれにしようかな。お、結果が出るかな。こちらです。え、ちょっと待ってよ。ちょっと待って。それはずるいぞ。ドラ1チーム6815ポイント、12期生チーム7001ポイント。惜しいよ。ということで12期生チームの勝利です。そんなでもね、当時9人いたんですよ、12期生は。そうなんですよ。でもそこからやっぱ卒業しちゃった子がいるので、そういう思い出もね、そういう思い出も詰まってるじゃん。あとちょっとあったね。あとちょっとあった。初心を忘れずに頑張ります。頑張ります。やっぱ電車は帰ろうね。私のインフルエンザの話するから。そうね。そうちょっとじゃあ一旦帰宅。一旦ナメキッズは帰宅します。帰らなくてもね。帰らなくても、このみんなの存在感がやっぱ強いよね。戻んないっすか。地元に戻んないっすか。ちょっとね、戻らなかった。では続いての、はい、あ、そうだ。え、やばいじゃん、やばいじゃん。お願いみんな。待って。よし、次も勝ちましょう。はい、では次の話題こちらです。もう時効だから言っちゃう話。あれですね、今だからこそ言えるっていう、ちょっとあれはどうだったのかなっていう話。あれね、これも見に行く。そう、先行にしてください。じゃあ会社さん2回も先行やってるから。本当に5人の話で。ダメ。いや、だってこれ強いもん。でも一緒してるんですよ、もう大丈夫じゃないですか。いや5人のもんね。1回負けてもいいじゃないですか。優しさみたいな時間が余っちゃう。1人かけたら。でもジュリーがいなかったよ、ね、そうだ。早く気づいてよかったね。気づいちゃったじゃん。ほぼ全員じゃん。ジュリーが体調不良になっちゃった。ちょっと何ですか。この間の握手会で、12期生でライブをやるっていうあったんだよね。ステージイベントで、まあ、その当日、まあ、ジュリーはね、体調不良で12期ライブ出れないということで。すごいね、本当奇跡。全員にカードあれなんですけど、はい、でね、その
ライブって基本なんだろうな、他の多分13期生とか、うん、多分結構前から多分練習とか、ね、打ち合わせしてたと思うんですけど、はい、12期生はなんだっけな、そう、あの12期ラインがあるじゃない、うんうん、それで結構話してたんですよ、うん、でいつも私とかゆかるんってあの出ないんですよチームライン、あの12期ラインに、あ、そうなんですか、あの意見は言わないんですね自分から、はい、結構自分から発されないタイプですか、結構発されて一通り見てからみたいなオッケー、なんか全部決まった段階でもいいよみたいな、そう全部終わってからもうスタンプだけなんですけど今回ばかりはもう私がちゃんと決めたいと、おでこの、ね、ステージを見てもしかしたら、うん、あ12期で何かやりたいなって思ってくれる人がいるかもしれないと思ったんですよ、うん、でその、まあ、そのまま言ってないけど、うん、決めようみたいな感じで言ったのよ、うん、一番最初にその熱意を持ってね、すごいだけど言い方は優しくね、あそろそろ決めようみたいな、そう言ったんですよ、そしたら誰も反応しなくて、これはやばいと、いや多分いつもの積み重ねじゃなくて全然決まんなかったんだよね、ああそうなんですね、あれやりたいこれやりたいって、あでもこっちはどう、曲は結構出たんだけど何をやるっていうのが、ね、そうそうそう、なかなか決まらなくて、決まらなくて、そうしかもみんなチーム違うから、うん、やったことある曲ない曲が結構多くて、そうそうそう、難しいですよね、決めるのがね、そうなんですよ、で結局 どこで決まったんだっけ、結局、うん、当日決まったのよね、当日決まりました、結構ギリ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 に握手会の当日に決まりました、ちょっと時間ないんじゃないですか、出る直前に、え待って練習とかしてないですよね、じゃあ本当に本当にあのね、うん、本当はもっとちゃんとやりたかったよね、なるほどなるほど、ちょっとピリピリしてて、そうなんかあれって、そう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 、始まるよ始まりよ、そうなったんだけど全然話が進まなくて、あれこれど、なんだろうみたいな、そうなんだけどドキドキしたんだけど、出たらね結構ちゃんとやる、出たらプロですね、だからまあ今だから言えるけど、あの時はすっごいと思ってたよね、ピリピリしてたの、なるほど、そうそうそう、今だから言えます、今だから言える、だからね、あの次あるんだよね、そう6月の、そうそう6月にまた12期ライブがあるので握手会で、だからそれはその時は、うん、ね、もっとね、もっともっと早くよ、もっともうクオリティの、うん、はい、では集計をお願いします、はい、シュールですね、無言の圧が、無言の圧がすごいでも楽しかった、楽しかったんで見に行った人は、うん、でもね、すごかったよね、12期の、すごかったよね、12期最高っていううちわも作っていただいて、すごいね、だから次はもうめっちゃガチガチに固めていく、ガチガチにさ振りと立ち位置を、そうもう間違えたらアイスおごりね、おアイスね、オッケーオッケー、はい、ということで以上です、集計が終わりましたので、はい、じゃあドラ1、はい、ドラ1のエピソード、さあもう時効だから言っちゃう話お願いします、はい、私と萌えですね、あれまた、うん、またなんですけど、再び大丈夫、ちょっと炎上しない程度に、ね、話したいな炎上しない程度に、はい、はい、ね、じゃあ私たちあの結構ホテルで二人一緒の、ね、部屋になることが多々多いんですけれども、うんうん、ただ多いね、ただ多いですね、まあ、まあほぼ一緒っていうのが多くて、はいはいはい、でまあ飽きちゃうじゃないですか、うん、2人で一緒にいる、まあね、でまあお互い結構ギクシャクしてた時期があったんですよ、もうなんかぐしゃぐしゃしてる時期が、ね、その時に同じ部屋になった時になんかお互いがとてもねあんまり良くなくって、仲がね、まあ、仲が良くなくって、うん、でそれでお互い違う部屋に逃げた。そこの部屋はどうなったの？誰もいない。この部屋は、まあ、帰ってきたんですよ、まあ、結局帰ってくるんですけども、まあ、それまでの寝るまでの時間まではあのお互い違う部屋に、寝るだけの寝るだけの部屋になってて、そんな私はマキちゃんの部屋に行ってて、萌えはあのマッチュンさんの、元気かな、それでね、でも今はね、今はもうそんなこと
なくてもう2人でねもう爆笑しながら、ね、電車乗っちゃうから、ね、電車乗っちゃうんでそんぐらい仲いいので今はまあもう時効ということで、うん、ねそうだね大丈夫もう言ってもね怒られないですよ、うん、誰にも誰にも怒られないと思う怒っちゃいや大人の方怒んないでくださいのはい集計タイムスタートありがとう乗り越えた乗り越えた2人そう乗り越えたんですよこの時期を乗り越えたからこそ今があるんですよねなるほどねだからえなんかもうあえ何それ、気まずい若い時うわーあーあー何歳ぐらいの時いやでも中2とかあ中2ね中今じゃないんで、うん、中2のねもうお互いね仲良くなってるんで、うん、皆さん誤解しないでください誤解しないでください、うん、そういうこともあるそういうこともあったっ、うん、ということで集計が終わったので結果を見てみましょうこちらですママですね。じゃあね。ちょっと早とちしちゃったよ。テヘテロ。テヘテロ。この話はね、私が出したんじゃなくて、うん、さっき萌に電話して聞いた話なんですよね。そうそうそう。私は結構忘れてたんですけども、うん、結構相手方が覚えてたと。まだね、因縁の覚えてる、うん、って感じでしたね。そう。いいんじゃないこの話でって言って電話したの。あ。電話してた。さっき電話してて、あこれでいいかなみたいな。あじゃあいいよ。仲良くなったんだね。仲良くなりましたよ。よかったですね。あ結果が出たということで、今度こそこちらです。おお、やったー。優しい。やったー。みんな最後の。はい。12期生8266ポイント。ドライ2、ドライ1、22145ポイント。これが普通だぜ。みんな優しい。強かったね、やっぱこの。ドライチの勝利です。ありがとうありがとうございます。2対1。よし。どうなるこちらどうなるんですかね。次行きますか。あと何個あるんですか。あと2個ですね。あじゃああと逆転される場合もあるってことは。ラストじゃあラストはラスト100万ポイント。わ。え。始まりましょう。時間ないんで100万ポイントですね。じゃあテーマこちらです。まだどこでも行ったことのない話。おなんだっけこれ、なんだっけどこでも行ったことない話。なんだっけ何でしたっけこれ全員じゃあ出しますか。だっけここはついにねついにさやも出てきました。はい、うちらもね全員出すときに来ました。なんだっけ言ってたっけ。はい、私たち決まりますよ。うん。これをやって、うん。テーマね。うん。はい、はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。私たちは全員出しました。はい、全員召喚。はい、これはあのですね、ドラフト1期生がまだ候補者だった時に合宿レッスンみたいなのしてたんですよ、はい、その時のエピソードで、うん、なんかもう結構夜までみんな自主練したりしてヘトヘトになってもう寝たんですね。夜結構夜中なるかなぐらいで、そうもうね12時とかまでやってたんですけど、スタッフさんがもう寝なさいということでね、うん、でみんな起きれないかもだから起こしてねってひななにね、ひななとかね、そう頼んでたんだよね。頼んでたんです私に。ひななが、めちゃくちゃその頃から元気で、だからひななにみんな起こしてねみたいなムードメーカーみたいな感じだったので、赤ちゃん起こすよみんなみたいな感じだったんですけど、そうまあ朝6時ぐらいでしたかね、うん、早かったからね、結構早くて起こしたんですけども、うん、それをね萌えと一緒に寝起きドッキリをしようって起こすためにね、起こすためにそうしたら、あのなんていうんですかね、周りの全メンバーにすごい怒られまして、もうマジ切れ、朝からうるさいと、なんで電気をつけるんだ寝かせろそうもうバンバンね言われまして、もうなんかねすごかったもんね、電気つけて、電気つけてなんか、いやもう全員同じ部屋だったんですよ、雑魚でみたいなね、うん、感じだったから起きてみたいな、みんな起きてみたいな、こっちだよみたいな感じで言ってたら、みんなにね怒られて、そう起こしてって言ったくせにちょっとうるさすぎて起こすなみたいな、みんな切れちゃって、みんな眠いんだこっちは夜までやってんだと、そう、誰が
が怒ってたかな。あえりかな。あえりがもう怒ってた。あえりとサンナンが結構怒ってたね。ガチ切れされたお話でした。集計中です。あ、今集計します。あ、集計するのか。はい。では皆さん30秒間ですのでお願いします。スタート。スタート。いや、私結構善意でやったんですけども、ね、なんか結構めっちゃ怒られたんで。怒られたし起きなかったもんね。なんかもうこれからね寝起きドッキリするのが怖くなっちゃってメンバーに。でもよくさ起きれたよね、チャイニーショーなのに。いや起きれたよ、だって ねみんな起きなかったのに、うん、そう、偉い。多分ドキドキしてたからすごい起きちゃったのに。あえり寝起き悪い。そう、寝起き悪いね。寝起き悪い、もう起きなかった。あえり、あえり。集計、では集計中なので、はい、12期に行きたいと思います。12期さん、あ、あれ、はい、これは、これ、あれ、あ、またですか。じゃあ、あれ私いなかったっけ。私みんないたよ。みんないたか、うん、あ、でもこれは本当に、はい、もう最初ね、もう本当デビューしたてする前ぐらいかな。する前、する前、ね、レッスンもしてないぐらい。そう、レッスンもしなくて、そう、なんかレッスン場にいたんだよ、ね、12期生、そう、全員集まってて、うん、そう、なんか休憩時間みたいな感じだった、ね、うん、そう自由時間だったんだけど同じ空間にいて、うん、そう、なんか、うん、ゆったりしてたんだよね。そう、ゆったりしてたんですみんなで。そう、そしたらガチャッとね、え、怖かった。何何、ガチャッとね。そう、大島優子さんが、そう、あのお仕事してて、あの本当に時止まったよね。そう、なんか私たちの隣横をこう通り過ぎたんですよ。え、何何今の。私たちすっごいもう騒いじゃって、で何秒ぐらいか時差があって、おはようございます。一瞬すごいファンみたいな感じになっちゃって、もう全然スタッフさんとかともまだあんま会ってない時で、あのスタッフさんよりも先に、そう、ゆうこさんが目の前に行って、やばいやばいやばいってみんな待ってて、やばい、もう、おはようございます、おはようございますって。そうね、そう、すごかったよね。なんかもう初めて大島ゆうこさんに会って、やばかったよね。でも挨拶しようってのあったんだよね。あったんだけど、これは夢みたいな。なんかね、すごい自分になっちゃった。すごい。本当なのか。すごいものが通ったみたいな。で、なんだろう、翌日ぐらいに、うん、あのマネージャーさんから、昨日優子すごいびっくりしてたから、困ってたから気をつけて、気をつけてって言われました。すいませんでした。びっくりしました。ドキドキです。はい。では集計30秒間、うん、皆様お願いします。スタート。はい。びっくりしたよね、あれはね。本当にびっくりした。すごいですね。でもほら、一緒に活動したことなかったらすごいびっくりしますね、うん、いや、だってゆうこさんと今日はいるので、ゆうかさんがいるので挨拶してくださいねとかもなかったのよ。あ、じゃあもう急にね。そう、でレッスン中とかでもないの。もうなんならもう水飲んだり、そう、携帯とかやって、もうお菓子とか食べてる人とかいて、その中にあのいたんだよね。ほんと、びっくりしちゃってびっくりしちゃって、すごい緊張しちゃう。おはようございます。もうびっくりしちゃって、ゆうこさんも。そう、本当にびっくりしてたよね。ゆうこさんが一番びっくりしてたよね。そう、すごいですね。そう、ただいま集計中ですね。あの出来事は忘れられないよね。いやー、でもすごいですね。独特な空気だったよね。オーラすごかった。いや、もう何も分かんなかったからさ、私たちも。びっくりしちゃったよね。緊張しちゃう。緊張しちゃいますよね。という話でした。はい、はい、話でした。来ました、集計。お、来ましたよ。来ました。じゃあ結果を見てみましょう。はい、どうぞ。お、あ、あ、じゃあ結果をどうぞ。ドラフト1期生、待って、ここ声張ってください。声張ってください。お願いします。ドラフト1期生13749ポイント、12期生11528ポイントということで、勝者はドラ1チームです。やっていい、勝利。100万ポイントだよ。100万1ポイント。イエーイ。これもあれ、あら、あれ負けたってこと。そう、同点です。あ、同点。あ、で同点だ。平和、平和、平和、平和が一番ですね。はい、あ、はい、え、もう終わり。いや、もうだってほら、あ、もう演技の勉強。ゆかるがめっちゃ練習してたやつだったのに。泣いちゃうよ。いや、これはまた後日ゆっくりやりましょうね。またやりたい。またやりましょう。やりたかった。ということで、私演技の勉強。
っとね、はい、あっという間だったということで、はい、最後こちら K ポイントチャージです。今日一番番組継続に、携わったと思ったメンバーを、視聴者の皆さんに決めていただいたと思います。今から48秒間メンバーが1人ずつ最後のアピールタイムをしたいと思いますので、メンバーの貢献度に応じたギフトを皆さんお願いします。はい、一番多くギフトを獲得したメンバーが本日のキミワンとなります。それではまず私から、はい、48秒。まさかのまさかの心霊現象だ。はい、ということでまず私から48秒間のアピールタイムスタート。今日はありがとうございました。いるなだって怖いよ。私最近ゾンビ映画見たから怖いんですよ、こういうの。そう、ゾンビ映画見たんですよ昨日。本当にやめて、本当に怖いんだから最近。ゾンビだぞ。なんだっけ、今日は、こんな中でも司会頑張りました。本当に怖い怖い怖い。ガーク応援よろしくお願いします。ゆかるは本物。頑張りました今日、よろしくお願いします。本当に怖い。ゆかるは本当のゾンビだから。ひどいな、すごいな、それはひどい。じゃあゆかるさんどうぞ。ではゆかるんの、48秒間アピールタイムお願いします。皆さん今日は見てくださってありがとうございました。あーもうね、ねえ元気すぎゾンビ。めっちゃ多い。ゾンビのアピールじゃないですよね今。はい、今日はね12期のね話をいっぱい話したと思うので本当に楽しかったです。でもね私の企画が ねそう、私セリフめっちゃ練習したんですよ。またこのねハピネスが足りない。ハピネスが足りない8秒間のアピールタイムどうぞ。はい、今日はですね、まあ、お絵描きをねみんぽんさんの当てたりとか、当ててないんですけど当てようと頑張ったりとか、そうゾンビになったり、まあ、対決だったんですけど、みんなまさかのね私服のどこかにチェックが入ってるという奇跡が起こったりですね、楽しかったです。はい、なんだろうな、48分長いんだな。どうしよう。でも今日はそのハピネスのができなかったので、そうみんなでねまたやりたいなって、いつかできたらいいなと思ってます。でもちょっとすごいしっかりしてる、真面目。同点に、ね、なっちゃったんですよ。100万ポイントがちょっと、ああ終わっちゃった。ゾンビもうゾンビしてくれた。ゾンビ雑すぎるゾンビ。では最後にひなな、はい、48秒間のアピールタイムスタート。はい、今日はすごい平和なメンツということでね、とてもちょっと平和ですね。今日も平和なんですけれども、まあこの中では多分一番しっかり者だと私は思うので、とてもしっかり者だと思うので、結構みんなのことね今日はまとめて引っ張ってきたと思うんですけどね。まあそうみんな自由すぎてやばいです。今日は無法地帯ですね。いや同期の話もできて、とても萌えとのね話とかもまだまだいっぱいあるので、ぜひまた気になる方は聞きに来てください、握手会なので。今日はすごいハピネスな一日でしたね。皆さん次回はハピネスが足りない。おーぴったりぴったり、ありがとうございます。ということでメンバー全員のアピールが終わったということで、ただいま CK 中でございます。はい、はい、どうでしたか今日皆さん。まあ今日は平和でしたね。今日なんか時間過ぎるのあっという間だったね。たくさん
話して、いやでも本当にハピネスが足りないだけど、ハピネスが足りない、本当に次回ですね、次回予告です。ではね、来たんで皆さん結果を見てみますよ。見ましょう、はい、はい、見ましょう、はい、では皆さん一斉にオープンです、どうぞ。じゃん、みゆぽんさんが27,064 ポイントです。ゆかるんさんが55,804 ポイント、ありがとうございます。私が19,854 ポイントで、ひななが15,537 ポイントということで、本日の君ワンはゆかりちゃんに決定です。やっぱほらハピネスくれたよ、ハピネスくれたよ、足りましたか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 、ハピネスが足りました、はい、ということで、待ってね、君まんに、はいはい、なったゆかるんには、ありがとうの感謝のコメントをお願いしたいと思います。ではこちらに感謝の気持ちを込めてお願いします、どうぞ。ポンワーさん、たくさんのハピネス受け取りました、ありがとうございます、ありがとうございます、どう、大丈夫ですよ、ありがとうございます、ハピネス、ありがとう、皆様もありがとうございます、本当にハピネス感じました、ハピネスが届きました、ありがとうございます、届いたな、はい、ということで明日のメンバーは番組公式ツイッターで確認してください、はい、皆様今日は1時間にわたってお送りしていきましたが、うん、いかがでしたでしょうか。もうハピネスです、面白かったよって、ありがとうございます、すごいぞ、ありがとうございます、ということで、最後ですね、最後も元気に皆さんコメントで一緒にお願いします。じゃあタイトルコールいきますね、はいはい、せーの、 AKB48 の君誰、ありがとうございました、バイバーイ。AKB48 の君だれは中空亭三丁さん、ありがとう、トモマー様、おめでとう、コネマー様、ワイちゃん、佐々木ゆかり、いのちさん、うずちゃん、あっと、ゆかりの妻、あっと、アイドルといえば、さやややや、ポンはポンポンは、エースのアンピエラ様、あおちゃん様、その他、応援していただいた、待ってください、また一人いました、ニュータイヤー、あと、ニュータイヤー2?アットマーク様、ミュージックミュージカルミュージカルフレンドショップ、フレンドシップ、あ、フレンドシップ、その他応援していただけたファンの皆様の提供でお送りしました、ありがとう、バイバイ、I'm not afraid to die.